とことんやりこぐ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略、やっていってます。初見ですね。次は12階からです。多分20階、21階がボスだと思うんで、そこまで行きましょう。いいかな?そのまま、行きます。狼を持って行ってもいいかと思うんだけども、まあまあこのまま進みましょう。 OK、 最初の金細工商人がね意外と無駄になりそうなのでそこをちょっと考えないといかんかな。うん、ちょっと良さそうなやつを、いやでも良さそうなやつ別になかったしな。難しいね今回の装備選びは。ちょっと難しいかもしれません。いや、あえて、あれか。まあ、あえてじゃないけど、このクロスボウをそのまま強化していく感じでもいいかもしんないね。最終的にはピグリンの誇りにして、ボスと戦う。途中であったからね。まあ、今後の、弓が何が出るかによりますね。12回クリア。まあ、いらんでしょう。幽霊マントもね、まあ、いらんな。はい、このまま、行きまーす。どうせ敵が多いんだろ、ここは。エンチャンターがいっぱいいるんでしょ?まだ来るか。OK。多いな。おいよおいよおいよ、えらいこっちゃだな。よし、あー雪玉ちょっとあげようか。ちょっと区間が長すぎる。3だとね1秒に1回出るんでだいぶ使いやすいんだけど、1はちょっと使いにくかったな。まあポイントも余ってるしいいんじゃないでしょうか。おい、ちょっと待て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 、いけない、先にあぶねえ。いやよかった、流れ込む魂と黄金でついてる吸血、あれがものすごい役に立った。ここ難しいかもしんないね。最初の敵がふわーっているとことかも結構やっか。そうか、まずはこの広場に行くように進んでいけばいいか。最初敵がね結構湧いたから足止めされて倒してたけど、最初から広場に向かえばまだ安全なのかもしれませんね。いらんかな。行きましょう。やっべえな。よし、 OK。ちょい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 、オッケー。めんどくせえ敵が多い。よっしゃ、オッケー。多いね敵が、とにかく多い。オッケー。いやー、ここ流れ込む魂持ってきてこれ正解かもね。意外と火だめが多いから回復をしていかないとちょっと危ない。おお、エリクサーのカバン珍しい。で、怒りか、2回目の登場だぞ。いやーいいかな。商人で覆われた怒りっていうのもロマンがあっていいけど、エリクサーのカバンで行きます。で、ここで、はいはいはい、なるほど、グレイブ持ってたらこの階段の下からチクチク攻撃していけるって感じか。わおわおわお、いけ。お、いいね。あ、やっぱカバンはいいね。まあパワーポーション出るかどうかは運になるんだけど、いやいや、パワーポーションのこの脳の強さよ、ほんと。あ、
やばい、パワーポーションのまま倒したい。オッケー、ドン、よし。あ、凍結してんのか、なんか遅いなと思ったら凍結してました。はい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 、まさかのあの風ゴーレムね、あいつ最近よく出ますよね。でしかも硬いし攻撃力高いしで、ね、結構嫌なやつ。あー防具を、あースノーアーマー変えようかね。ダメージ軽減がついてないのでゴーストリーは結構やばいんだよね。なので変えましょうかね、スノーに変えます。んでクールダウン3と、霊気もいらんかな、悪くないんだけどね。いや1入れとくか、でも 20% じゃそんな変わんないしね。うん、入れるなら2入れたい、できれば3。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、おいおい結構多いな、あぶねえあぶねえ。よし OK、じゃまだ、よし、もう終わり、まだか。とりあえず矢を取っていきましょう。はい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 、あっ危ない、あっ食らってる、うまさがクリーパーがいるとは。でももう終わりでしょう。うん、まあ敵は多いけどもそこまで驚異的なやつは、あー来たー、キノコ取ろう。うん、近接メインでいこう。いいね。あ、じゃあ途中のあれ怒りありだわ。おう、怒りいいじゃん。いや今回アーティファクトがかなり充実してるね。ドラもあるし、キノコもあるし、で、カバンもある。うん。もうこれセット出来上がったんじゃない？キノコとカバンとドラ。うんうん。もうこれ、クリアまでこのまんまで。いいっすね。アーティファクトに今回恵まれてる。だから、それに合った装備を選んでいけば、いい感じだね。うんうん。ああ、で、流れ込む魂がまたこれがいい。うん。ただつけてるだけで効果があるからね、使いやす。これクールダウンの防具があればもうそれで間違いないよ。じゃあ、あーミスったはいはいはい、終わり、まだ、あーこれで最後か。うん、今回装備が本当にいいやつ配ってくれる。あーで、エンチャンターの書ね、ゴーレムはなかったけども他のはあったから、それ使っても良さそうね。バーストクロスボウ、あーで魔術師のローブ、まあ魔術師はダメとして、流れ込む魂でこのまま近接で行くっていう手もあるんだよね。いや全然あり。エンチャントが良くないからこのまま行こうか。うん、もうちょっと火力がね、2つぐらいついてるやつだったら、使ってもいいかなと思うんだけども、火力なしだったので、いいね。いいわ。本当にいいわ。うん、あ、今回のタワーは、多分これ楽だな。ただし、あれだ。テンペストゴーレムは出なくていいからね。テンペストゴーレムはいらないからね。あれ次第だね。テンペストゴーレム次第で変わってくる。できれば出てくるなよ。30回のボスとかがね、テンペストとかだったらめんどくせえもんな。終わり、18回クリアでーす。おー、乱射虚無、
虚無の、貫通か。ああ、いいね。武器もそろそろ変えてもいいかもしんないけども、乱射。ここでユニークが来て、乱射をハープにできればいいかな。おっしゃ、ユニーク。いや、確かに吸血がついてるから、ずっとこれでも良さそうなのよね。でもまあまあ、いつもの感じならば、弓があった方が楽。よし、ハープ。ナイス。で、虚無、いいぐらいでいいか。で、貫通は全部入れるとけ。ハープで倒していくならば爆発入れてもいいね。いや、とりあえず様子見しときます。はい、防具なんか入れる？いや、入れないね。霊気入れてもいいけども。ああ、ガーディアン、ちょっと待って、まずこっち取ってくるから。ガーディか。おお、まあこいつもね、無敵時間があって結構めんどくさいやつではあるんだけども、まあ、まだマシか。おお、削れるね。結構削れる。で、次戻ってくるまでには、回復してるんで、いいでしょう。あ、やばい、息がちょっと持たなくなってきた。よし。いや、これ、いけるよ、これ。おい、痛い。めちゃくちゃ痛い。いや、反射ダメージが半端じゃなかった。びっくりした。そんな食らう？びっくりするね、聞いた。でも、もう倒せるわ。もう倒せますわ。あー、息ができないな。一応、いっか。びっくりするぐらい減ったなー。よし。反射ダメージえぐい。でもまあまあ、サクッと倒せてね、HP 低めでよかったですね。はい。ということで、今日は12階から20階まで行きました。結構楽勝かな？途中ちょっと難しいとこも、一つ二つあったかもしんないけども、まあ今までの、前回、前々回のタワーに比べると楽ですね。これは、意外と周回しやすいかもしんない。今んところそんなに時間かかってないんでね。問題はこの後かな。はい。じゃあ次は21階から30階までやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。